運動通学の出版社の菅原です。コンディションラボ所長の園部です。先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回は歩行分析シリーズ。ああ、ほんとそうです。ちょっと久しぶりなんですけども。はい、久しぶりですね。久しぶりというところで、先生の幾何学的推論部分ですね。歩行を見て、その方のいわゆる症状、病態を作っている力学は何なのかというところで、歩行を4つの成分に分けて分析しているという、この歩行の4つの成分という動画もありますので、ちょっとこちらを予習していただいて、では早速今回はね、よくね、股関節疾患であるドゥシェンヌ・トレンデレンブルグというやつですね。通常トレンデレンブルグ、ドゥシェンヌこう言いますけど、一つだけ起こっているっていう、症例もあるんだけど、多くは股関節疾患になってくると、ドゥシェンヌとトレンデレンブルグ、これがね同時に起こってくるわけです。なので、そういった症例をどう見ているのか、でそれとね、それをどう運動療法で改善するのかというのを紹介したいと思います。ちょっと事前知識として、今回紹介いただく症例はどのような症状と言いますか？いい質問だね。症状は鼠径部の痛みですね。で、評価から半回答。第三水準の評価を通じて半回答に痛みがあると、分かった症例なんです。そしてこれよく病態と力学と言いますけど、この半回答に、まず組織学的に痛みがあると分かったら、そこに加わる負荷は何なのかって、この見方大事ですよね。でそのことも含めて、これをね詳しくね今回はね、紹介したいと思いますよ。先生、よろしくお願いします。はい、じゃあまずね、実際の歩行を見てみましょう。右側なんですけど、こうやって歩いてるのを見て右側が短いの分かると思いますね。で右側が短くて体幹が側方に触れているというのは分かると思います。ちょっとね今のね分かったでしょうかね。ちょっとポイントを説明しますね。絵で説明したいと思います。後ろから見ている時に、まず、全体的にこの下側に落ちているね、短いので構成墜落といって、トンとこうやって落っこちる、動きがあったのが分かると思います。でその時に起こっていることは2つですね。見やすいのは体幹が側方に行っていることは、これは見やすいと思います。しかしちょっと注目してみてもらいたいのは、このラインの中でついた時にコンと骨盤が挙上するというね、いわゆるトレンデレンブルグですね。これが起こっているというのをちょっとね注目してみてもらいたいんです。ちょっといきますよ。もう一回見てみましょう。これついた時にね、挙上が同時に起こっているというのを、ここでねちょっと見てほしいんですね。もう一度見てみましょう。先生、ありがとうございます。はいはい。ちょっとですね。スローでちょっと。なるほどね。そうだね。分かった人もいると思うし、まだ経験の浅い人なんかは、言われたらそう見えるっていう感じに見えたかもしれないので、これねスローの映像がありますので、スローの映像、これをねちょっとね皆さんに見てもらいたいと思います。こうついた時にカコンとこうやってね、右と左と違ってついた時カコンとこう挙上しているのがね、これ後ろから見てわかると思いますね。これがドゥシェンヌ・トレンデレンブルグってやつですね。ついてカコンと骨盤が挙上しながら体幹の側屈が起こっているという動きですね。スローで見ると、そうだよね。スローで見るとね、非常に分かりやすいと思いますね。でそれで、運動療法実際に、行った後どういうふうに変化があるのかということ、これがね、やっぱり変化したっていうことが分からないと運動療法の効果もフィードバックできませんよね。でそれも含めて、運動療法の変化、これをね皆さんに見てもらいたいと思います。じゃあちょっとその映像をご覧ください。先ほどと違ってね、ゼロではないけどもう全然スムーズなのは分かると思いますね。こうやって、運動療法によって、この骨盤の居上、これがね変わるということ、これがね大事かなと思いますね。でこの変化が、これスローだとねさらに分かりやすいと思いますので、まずもう一度、介入前の動きをちょっと見てみましょう。スローで見るとこうついた時にカコンとこうやってね骨盤がカコンっていうタイミングでね、このタイミング、これもういつも思うタイミングってタイミングマニアでね、タイミングをよく見ているんですけど、挙上ね、ついた時にカコンというタイミングで挙上が起こっているということが分かると思います。こんな感じですね。で次に、これですね、はい、介入後のスローの動きを見てみましょう。ほらもう一歩目が全然違うね、分かると思いますね。ついた時にゼロではないけども全然減ってスムースに流れているというのが分かると思います。でこれねドゥシェンヌも小さくなってるんですよ、この動きがね。ということかな。もう一度見てみましょうか。ついて加速をつけて骨盤が挙上しているということですね。はい、続いて介入後の動きです。もう一歩目のスムーズさがもう本当違いますよね。はい、ね、いかがだったでしょうか。ね、こうやってスローで見るとね、また分かりやすいですよね。はい、あとは今回の症例、ちょっと横の成分と上下だったので、比較的ちょっとこう私でもさすがだね、上下というかってすごいね、大したもんだ。そうだよね。あとはですね、このいわゆる今まず右足が短いっていうのと、あとは体幹が右に倒れている、それプラス骨盤の挙上がポイントとして見られたと思うんですけども、これと、いわゆる大腿直筋半解凍の痛み、鼠径部の痛み、これの関係性というのは素晴らしい質問だね。でね、これなぜ、このトレンデレンと大腿直筋実はね関連があるんです。でなぜ関連があるかということはね、これ誰もおそらく言ってないと思いますので、これね会員動画とかあれか、園部俊治臨床コースのね動画で、実はこのことを説明してますので、これサービスでね今回はね皆さんにぜひ見てもらいたいと思いますので、この映像をご覧ください。はい、この半解凍についての説明したいと思います。大腿直筋はサードヘッドも本当はあるんですが、このように下前腸骨骨のとこにつく、これが直頭です。こうやって見るとまっすぐ立っている時は直頭がまっすぐついているのが分かります。そしてこれが半解凍です。半解凍はこの骨頭の上側のこの球外についてきます。なので、例えばこの位置関係で見るとまっすぐ立っている時は直頭がダイレクトに引っ張っていることが分かります。そして屈曲位になると分かるんですが、屈曲位になると今度半解凍がまっすぐになります。半解凍がまっすぐになるので、この位置で半解凍を動かせることも分かります。で先ほど言ったこのスライドで説明しましたように、内転位だと荷重だと半解凍にストレスかかるのは見てください。この位置からこうやって内転位荷重になると、こうやって骨頭がこの半解凍が擦れる状態になって、こことの擦れが生まれますので、これが滑走障害を生んでくるということがよくわかるわけです。これを繰り返されるとここがひとたまりもないということはよくわかると思います。ありがとうございます。はい、はい、いや大変参考になりました。いわゆる内転位での荷重っていうところです。骨盤の挙上なんですけれども、いわゆる関節ではそういうことね。だから内転荷重が起こると、ああやって加速をつけて内転になるわけですから、上にかぶった半回転がいつも擦れてるわけですよね。だからああやって、摩擦負荷によって炎症を起こしてくっていうのが私の考え方なんですね。ありがとうございます。で、いわゆるそれが介入前に見られて、先生はそこがいわゆる力学的にはちょっと主要な問題点といいますか、そうですね。で、それをこういわゆる何か介入をして変えたと。そうですね。で、今回はこれ運動療法をね、行って変えてますので、このドゥシェンヌ・トレンデレンブルグがある時の私が行っている運動療法、これをね皆さんに紹介したいと思います。ぜひお願いします。はい、このトレンデレンブルグの確認ですけど、トレンデレンブルグというのは動いたプラスの会員限定でフル動画を配信しています。さらに会員なら今まで配信してきた臨床に役立つ限定動画をご覧いただけます。この動画の続きはここをクリックしてください。